祝い多いって。何の祝いこれ。1100日もしかして。何の祝いこれ。1100。あ、マジ切り板踏んじゃった。おはようございます。来ました、ちゃんと。で、まあ近所のコンビニで買ってきました。卵とチーズと納豆買ってきたよ。とりあえず朝の豆乳を飲む。ちょっと今日は普通の調整豆乳、砂糖が入ってるパターンのね。なんか喉が乾燥でやられちゃってさ、血の味がすんだよね。どっかで多分引っかいたんだな。あ、ね、ちょっと心配、声出なくなるかも。治ればいいけど。作るか。よし、はい。うん、よいしょ。ふう、おはよう。はい、ちょっと待って、鼻炎がひどい。朝ごはんを作ります。卵、あ、どっちか、卵じゃない、ね、ここにタッパーがあります。空のタッパー、電子レンジ使えるやつに、あ、私的時短のやつに、サランラップを広めに
って敷き詰める。こんな感じねこんな感じで敷き詰めて、卵割りたいんだけど、お箸で、ここの机はプラで柔らかいので、ここで壁で割ります。危ねー、ギリ割れた。よいしょ。あ、殻入っちゃった。よいしょ。ゴミ。よいしょ。大丈夫で、もう一個ぐらい入れようかな。はい、綺麗に割れた。で混ぜます。卵溶いて、よいしょ。卵溶いたらどうしようかな。先にチーズ入れよう。いや、卵、違う、卵、納豆からがいいかな。よいしょ、納豆を。混ぜます。
まあ、いや、ご飯にのせるわけじゃないから、こんなもんで。からしはいらない。タレを。あ、腕疲れた。はい、卵の中に納豆を投入。チーズを1枚よいしょ。こんな感じにさ、あ、ちょっと見えないと思うんだけど、こんな感じでもう本当に浸らせてもうなんか本当こんなもん、こんなもんよ。ちょっと分かんないと思うけど、こんなもん、こんなもん、こんなもんね、こんな感じを2分、どうしようかな、2分ぐらいで一回見ようかな、様子を。電子レンジインしました。ちょっと片付けます、この辺を。よいしょ。どうもいい匂いじゃん。よいしょ。
1100日ありがとうございます。すいません、ちょうどなくて。できた。もうちょいやろう。やっぱりあと1分やってもいいかも。1100日おめすげえ。1100日とかなんかすごいさ、普通に100回とかだったら、100日だったらすごいめちゃめちゃなんか続いてる感あるけどさ、1100ってもうなんか一部だよね。そう、1111の方がなんかそっちの方がちょっと大事にしたい感はあるよね。OK。 なんかちょっと見た目は綺麗じゃないよ、こんな感じ。ちょっとキモいね、ごめんね。これですると、あっちオムレツです。以上、これで食べます。もう自分に食べるようだから見た目とか何もないし、え、そう、ちょっと普通にあの集合体恐怖症でキモいと思うから見せられないわ。うん、これで完成。まあ塩かけたりとかしてって感じかな。すごい、でも簡単でしょ。まあものの5分ぐらいで、ものの5分ぐらいでできちゃう。まあ塩かけても醤油かけても、ちょっともう今醤油古いのしかないから納豆のタレぐらいでいいかなと思ってんだけど味付けこれで完成。これで卵2ことスライスチーズ1枚と納豆1パックでできた。タンパク質いっぱい、カロリーもちゃんと取れる。美味しいですよこれ。初めて作るわけじゃないからね。さて、豆乳もちょっと残ってるけど、あとこれ今日から発売の食物繊維の麦茶、グリーンだからのやつ、これなんか交換券持ってたから買ってきた。また食物繊維ですね。よいしょ、よいしょ、うん、おいしい。最近麦茶好きなんだよね、夏が近づくにつれ。よし、いただきます。ほれほら、こんな感じ。美味しそうでしょ。オムレツ、あの卵と納豆とチーズが上にかかってる。あ、ほい、うん、おいしい。あ、お野菜入れたら綺麗そうだね。ほうれん草とか入れてもいいかも。
500ワットで3分で、まあちょうどいいかなって感じ。ちょっと豆乳飲んじゃいたい。喉が心配だな。乾燥でやられてるな。血ネギもいいけど、ネギだったらまあ、栄養価的にはほうれん草の方がいいかな。どうだろう。ネギわざわざ切って入れるわけじゃないから。あとはこれに足すんだったらキムチ足すと発酵食品も取れて良い。白菜も取れるしね。今日はこれでリハと、リハは頑張れる。あともう多分夕飯が出るからそれちょっと食べて公演も頑張れる多分計算的には。どうせ公演終わってお腹すくからそしたらスープとヨーグルトとかなんかそういう感じで賄えるでしょう。今日うがい薬持ってこ。よし、うまいですけどね。アホ。そう、今日 NGT48 で。どうだろう、公演終わり配信するかな、わかんないけど。しそうだよね。ああ朝のね飲み物はねもうね朝起きた瞬間に飲んだ。一番最初に買ってない。白米はね。
の時の飲み物もやっぱりお水。今日は麦茶、これ新商品。サントリーのグリーンだから麦茶。お水もあるよ。でもマジで箸進まんからさ、これ。いや美味しいんだけどさ、普通に朝全然胃袋入んないのよ。でも今日は昨日全然ご飯食べずに寝たから、すごい朝ね、ちょっとなんなら小腹空いてる状態で起きたわ。やっぱね、夜何食べても無駄だからな。寝るだけだからな。上手でもご飯食べれる、うん、あんまりかな。なんか結局ドリンクバー、ファミレスのドリンクバーでもご飯来る前になんか一杯ぐらいジュース飲んで、結局ご飯が来てからはずっと麦茶とか飲んでる。うん、あのガストにさ、なんか麦茶あんのよ。全麦茶みたいな。うん、あれずっと飲んでるわ、ご飯食べてるとき。たまになんかあったかいバニラオレみたいな。カロリーありますからね、ジュースはね。そう、でもなんか水だけだとあれだから、そんな感じですね、いつも飲み物は。よいしょ、固くなっちゃった。ブラックコーヒーか。コーヒーはさ、なんか甘いものと一緒に飲みたい感じがあるよね。ケーキとかさ。だからあんまりわざわざ取らないな。カフェインを取りすぎちゃうから、だから飲んでも一杯とか。全然ブラックでも飲めるんだけどね。いて、ドリンクバーのジュースはね、ジンジャーエールが基本かな。飲むとしたらうまいだ。あとオレンジジュースとか 100% 野菜ジュースとかさ、そういう類のばっか飲んじゃいますね。よいしょ。ダルマありがとう。ドリンクバーオリジナルミックス、なんかちっちゃい頃、子供の時やってたけど、もう今やんないね。悪ふざけでもしないし。まあたまにやるか、ごく稀に。なんか やったりするけど、オレンジジュースとブドウジュース混ぜるとかさ、わかんないけど、なんかたまにあるけど、全然今はないね。
あーそう、カルピスとメロンソーダってね、わかるわかる。こんにちはみんな、おはよう。はあ、今日はね、ちなみに朝はね9時半ぐらいまでに、9時6分に起こされたんだよ一回。一回例のその睡眠アプリに9時6分に起こされて、でそっから目覚めた状態でちょっと布団の中でぬくぬくしてて、で9時半前ぐらいに一回目もう完全に起きて、で携帯触って何したんだっけ携帯触って目覚まそうと思って TikTok 開いて、珍しくね TikTok 開いたら、今なんかあれなんだね、なんかAKB のさチーム A みたいな音源が流行ってんだね、知らなかった。そうチーム A、K、B、 なんかだからいろんな男性女性問わずそのグループメンバーをチーム A、K、B に分けるみたいなのが流行ってて、へーすげー時代だとか思ってたんですけど、そうなんかそういうのも流行ってたりとか、あと断るたびに YOASOBI のアイドルが流れてくるんだけど、私まだ YOASOBI のアイドル聞いてないのなんでかっていうと推しの子まだちょっと大事に取っておいてて、だから推しの子の YOASOBI のアイドルが流れてくるタイミングで私の中で初解禁したくて、まだ私 YOASOBI のアイドルサムネしか知らないのね。あの愛ちゃんの目がすごくギラギラしてるサムネしか知らないの、みんなが真似して書いてるやつだから推しの子を見た時に初めて聞きたいんだよね。これこだわり私のだってさ、アニメってこう全然別に特に詳しくなくてもさ、オープニングとかエンディングってついつい覚えちゃったりとかするじゃないですか。だからやっぱこうちょっと大事にするためにアニメ見たタイミングで初会議したいんだよね私の中でね。で推しの子はさ、どうしよう、明日私仕事なくてさ、明日みんなで同時視聴しない推しの子どう、全然喋れない可能性あるけど私普通にオタクで、明日のさみんながさ仕事終わったぐらいの時間でさ同時視聴しようよ。第1話と第2話、第3話っていつ？明日の夜か。27からはさもう毎日仕事なんだよね、来週の2日まで仕事だからさ、で4日フェスだし、やっぱ明日しかないな。見てこれ、これさ多分今さ売ってないからさ、なんかレート高いんじゃねとか思っちゃうんですけど、推しの子ってグッズ全然出してなくて原作の、これ
めっちゃ良くないですか、これ。これめっちゃ良くない？これで私まだアニメ見てないんですけど、すごくない？なんかイーゼルのランダムのグッズでアニメートにたまたま売ってて、でこれ愛ちゃん、あの推しの子のキャラ、キービジュの女の子ねのサイン付きイーゼル、1年前ぐらいにアニメートに売ってたんですけど、これいいでしょ、めっちゃ絶対ね高い絶対に売れる、売らないけど、なんか他のメンツもいて、ルビーとかアクアとかもあって、重曹ちゃんもいたんだけど、そう調べてみようかな。あのサイン付きが当たりじゃなくて、普通に確か全部そうなんだよん、私ゴミあっち捨てちゃった。よいしょ。ちなみにまだ卵ありますからね。オムレツまだ私食べ終わってないからね。普通にちょっとずつ食べてる。よいしょ、推しの子イーゼルで調べよう。トレーディングミニキャンバスボード、めっちゃいいのよ。結構当たりかもしれんな、私これ900円ですね、1個高っ。ミニキャンバスボードね、高っ。え、メルカリ高いぞ、高っ。4000円で売れる、やば。重曹ちゃんで5000円だぞ、5000円で売れてるぞ、レート。そりゃそうだよな、一番高いと5000円だぞ、やば。これだよ、これで5000円だよ、やばくない？でもこれ確かにもう売ってないし、ちょっと昔だし、トレーディングランダムだから、そう。いや推しの子はさ、原作から読んでますが、ちょっといいよね、嬉しいよね。アニメでちゃんとみんなに跳ねてるのが嬉しい。だってあれアニメで売れるものだもん、売れるように作ってるものだもんね。まだごめんなさい、アニメ見てないんですけど、明日同時視聴しよう、みんなも見て、だから同時に見よう。それが同時視聴なんですけど、
マプラで見れるよ。明日何時からにしようかな。そう、1話が長いの。推しの子の配信はアベマ無料で見れるよ。ネットフリー、ユーネクスト、ディズニープラス、 FOD、フール、テラサ、アマプラでも見れるけど、リンアニメストア、何でも見れるよ。あ、アベマがすげえ、アベマ無料で地上波同時単独最速配信、すげえな。え、じゃあさ、23時でしょ、逆算しようぜ。23時からか、 逆算しよう。待って、1話が90分、90分、だから1時間半でしょ。で1時間半、2時間、23時よりも2時間前に始めればいいから、9時から9時からやる。9時から見たら3話まで一気に見れるよ、みんな。え、神なのでは。もしかしてめっちゃ神よくない。え、多分そうだよね。アベマプレミアムじゃないと見れないかな。うわ、そんなことねえわ。第2話無料で見れるわ。あ、じゃあアベマで第3話見ようぜ。よっしゃ。で、そしたら23時半ぐらいで配信終わりになりました。めっちゃよくない。じゃ あ待って、水曜日ってなんかあったっけ。なんかかぶってるなら時間ちょっと変えるけど、ちょっとミユのラジオトークか。まあちょっとそこ被るの気にしすぎるともうちょっと再現ないから。あんまり気にしないとこって思っちゃうけど、メンタル的にね。まあそっちもよろしくお願いします。寒っ。みゆちゃんのも同時に聞く？いいやん、素敵やん。そうしてくれ。3台になったけどね今。私の配信聞く端末と推しの子同時視聴する端末とミユのラジオトーク聞く端末で3台になったけど、
それで問題なければでも正直私そんなにあれ喋らないと思うんだよね、推しの子。いいや、集中してみちゃう絶対。今日新潟あったかいよね。今14度なんだけど。もうさ、ショールームのさ予約しとこ。26日の9時、9時から10時、10時から11時、11時から10、11時半。そうだね、いいやん。手芸屋さんどうも、朝ごはん食べてますよし、もうここ、もうここ3ヶ月ぐらいは暖房つけてないよ。3ヶ月は持ったか。でも3月ぐらいから多分つけてない。うん、いらない全然。そんなもう春って感じ。寒いけどね、たまに。飲んじゃった。そうか、朝寒かったのか。さっきね、卵買いに行ったのが、まあ、10時ぐらいなんだけど、その時はまあまあ、うん、まあまあまあ朝だなってぐらいだった。寒いってほどではなかったかな。全然これ1枚で出れた。うん。だるまありがとうございます。だるまが出てこなかった。あ、ちょっと喉も調子戻ってきた気がする見てもこんなしかないよ、こんなしかない。マジでマジで綺麗なもんじゃないから、ちょっと写真戻ってないけどごめんね。レシピ教えて。卵2個溶いて、納豆1パック入れて、タレもかけて、スライスチーズ1枚を沈めて、レンジで2分半から3分500ワットできたら塩かけて終わり。以上、タンパク質爆弾。
あら簡単でしょ。原価はね、まあコンビニ価格で130円ぐらいかな。だから実際もっと普通にスーパーで安く買ったら多分100円ぐらい、100円ちょっと、100円弱ぐらいかな。私はもうちょっと今日はさすがにスーパーに買いに行く元気はなかったんで、あとフライパンじゃなくてね、こうやってタッパーにサランラップ敷いて、でこの上で全部作っちゃえば普通にこうやって、そうもう何も洗い物なしで、これただの器です。これそうで、これ捨てるだけ。素晴らしい。ゴミ捨てるわ。よいしょ。これを毎日朝ごはんに食べたら痩せると思うんだよな。頑張ろう。よいしょ。そう、洗い物なしってマジでよくない？しかも忙しい朝にぴったりだよね。そう、この料理は教えてもらったの、いや多分アイデア自体はどっかで得てで、私がとにかく怠惰によって作られたやつ。うん、なんか確かだけどオムレツチーズみたいなのの可愛い作り方みたいなので、そのレンジでチンしてサランラップにくるくるってやってキャンディーみたいにしてお弁当に入れるみたいな、そういうライフハックがあって、でそれの代替品として、洗い物出さないためにサランラップの上で全部作るっていう。そうで、そこにいろいろ好きなもん詰め込んだら、好きなもんっていうかで取りたい栄養素詰め込んだら簡単に食べれるし、糖質も少ないし、そう、ちょっと前にねやってたんだけどね、朝ごはん、そう、ひと手間加えなきゃいけないからね、ただ買ったものとかよりはね。でもまあ多分5分でできるし、配信しながらだったからあれだったけど、マジで電子レンジの前でさ、はいペッサランラップ引きます、はいコンコンカコンコンカグルグルグルパチーズペッペッ3分でいけるから、そうマジ5分もあればできるからね。うん、ちょっと食べ終わるのに私30分ぐらいかけたけど、それはねご愛嬌。
敗、失敗とは。ハートありがとうございます。いわゆるだから、でもなんかその食材は別にどうなっても美味しいものたちだから、全然別に、たまになんか卵固くなっちゃうとかはあるけど、そうちょっと柔らかめが好きだったら2分とかでしたら、それはそれで柔らかくて美味しいし、固めが好きだったら3分かな。全然別に美味しいよ、どうなろうと。カフェで卵は破るの初めて見た。多分前に配信でやったことあんだけどね。壁っていうかこれ何棚なんですけどそうここ棚ってさ、ここ結構狭い範囲で配信してるんです。ここに棚があって、ここに服がかかってるんだけど、そう結構ここしかない、この枠が。鼻が、なんかなんか鼻炎かな。ちょっと久しぶりに免疫下がってたな。なんで？多分昨日食ってないからだよね。何もではないけど、全然ご飯食べてないからだと思う。よし、朝メール送るか。やばいもんね。このまま配信終わりますっつったらさ。絶対寝るもんね。寝ないけどさ、後悔しそう私。朝メール送ろう。みんなは仕事？だってもう昼前だもんね。私は普通に今朝ごはん食べたけどさ、朝ごはんという名の昼ごはんみたいなもんだからな。そうでもなんか睡眠は私一回4時に起きちゃって、めちゃめちゃいい睡眠だったわけじゃないんだよね。結局昨日ちゃんと寝たのが1時40分に、12時40分には布団に入ったんだけど、結局ちゃんと寝れたのが1時過ぎくらいで、1時18分に深い睡眠に入ってるんだけど、4時8分に1回ね起きたんですよ。何時？普通にパッて目が覚めて何時？って思ったら4時8分で、3時間しか寝とらんやんと思って、でそして次起きたのが6時に1回軽く目が覚めたっぽくて、でももう1回7時に死ぬほど深い睡眠入ってるんだよな。おもろ、なんでや。で7時36分に1回ちょっと浅くなって、8時過ぎにちょっと浅い睡眠になって、9時6分に起こされたそうグラフ結構さ、絶対これさ私あれだと思うよな、完全にこの睡眠は多分良くない睡眠だと思う。なんでわかる？多分呼吸の浅さとかじゃない？とかその絹ずれの音というか、寝返りを打つ音とか
ちなみに睡眠時間は7時間3分ですね。寝床にいた時間が8時間37分で、睡眠時間が7時間3分って書いてある。まあどこまでね、どこまでこう正確かは分かんないですけど、7時間寝たかな私。でもなんかさ、こうパッと見だけど多分私すごい睡眠浅いんだなっていう感じはするな。だって4時に1回起きてるんだもんそう、仕事に戻ります。ありがとうみんな来てくれて、お仕事の方もね。全然朝配信してても無理に来なくてもいいからね、義務じゃないから。みんなほんと来れる時に来てね。全然朝はこんな感じでゆっくり、眠くなってきたわご飯食べて。あーやだやだコーヒー飲みたくなるね。お昼寝して二度寝なのよ私にとっては全然全然二度寝だよ、時間的には。でも今二度寝したらね遅刻。いやそんなことないけど、例えば10分寝るとかだったら別に大丈夫だけど。あとむくんでるんですよね。眠いな眠いんかい、眠いな、眠くなってきてしまったな。起きて、あ違う、朝メール送るっつってまだ送ってねえや。朝メール送ろう、書こう よし、おはよう。
眠い。音ゲーしようかな。メール書いたらちょっと音ゲーしよう。そしたら目覚めるわ。配信やめたら絶対寝るから私。時間あるっつって。だから配信やめられない。送った。ふよし、音ゲーしよう。目覚ますんだ私。よし。プロセカを開きます。レンちゃんとリンくん、リン逆でした。うん、レンくんとリンちゃんでしたね。ワンダショーだ。書いとこ一応。よーし、とりあえず無料ガチャ引くよ。はいはい、欲
しみです。どうしようかな。命ばっかりまだやってないから命ばっかりやろう。タイミングはこんなもんかな。オッケー。命ばっかりのエキスパートからやります。難しいのも難しいのもじゃあやるよ。一旦普通に私の好きな曲やります。これこの曲マジで好きなんだよな。一時期マジでずっと聴いてた。やっぱそういうとこでね、ニーゴとの親和性があるんですよ。なでちゃんいけるはずさ。ちっちつくたん。おー、蝶だ。初見フルコンでーす。イエーイ。エキスパート、命ばっかりのエキスパート初見フルコンしました。フルコンボね。でも映ってないかなあんまり。よいしょ、こうしようか。こうしたら指の動きわかるの多分。オッケー。難しい曲やるか。何かな、難しい曲。おこちゃま戦争のマスターとか。態度時の声ゴングを鳴らせ。やるか。おこちゃま戦争のマスタークリアできるか分かんないけどやってみるわ。レベル30ね。君の負け。よっしゃ。これ普通に時間忘れて遅刻する可能性ある。タタ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 。
むずい。毎回邪魔むっす。やばい、むずい。あ、終わっちゃった。むずかった。できなかった。やったらいけるかもしれないけど。ねみ。途中で。カーンつって終わる。こわカーンとは言わないけど、一旦じゃリタイアで。初見は無理や。あと長いんだよねこの曲。どうしようかな。違うのにしよう。ビーズミュージックにしよう。プロセカのエイプリルフールの全員楽曲ですね。ネタ曲なんですけど、いい曲なんです。絵本、あ、マスターです。ビーザミュージック。だだだだむずフルコン逃した。イエーイ。ワンダホーイ。はい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 。チャ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 ン。なんか抜けた。みくってみー。イエイ。あ、なにこれ。優勝、あ、優勝したわ。だるままありがとうございます。
ワンミス、あ、ツーミス、あ、三ミスだ。スリーミス。ザムザ、ザムザ行くか。でもザムザマスタークリアできるかな。楽しくないかもしれない。よし、チャレライでやろう。チャレライで。あれ？昨日チャレライできてない私。くそ。もう逃した、昨日の分を。くそ、なんでやってなかったんだろう私昨日。まあ、いっか。エキスパートザムザやります。クリア。あ、そう、私親指勢なんですよ。はい、難しい曲やるか最後に。何がいいかな。やっぱあれか、とんでもワンダーズのさ、これじゃない、とんでもワンダーズのさあれでいいやん、エキスパート。あれどこ、そう、ゲーム部でやったやつ。これでもう今日終わりにしよう。今日っていうか朝配信終わりにしよう。
僕簡単なんだよな正直で待って待って、フルコーン、やったフルコンしたフルコンボイエーイ、よし、いや、とんでものエキスパは難しいの中の難しいというか、その難しいんだけどできる曲というかフルコンできるエキスパートでいい感じのね、よし、ということで終わろう配信ということで公演行ってきますので DMM で見ててね。それでは壇上を読みます。13位あずたんさん、12位リアさん、11位こたつ猫さん、10位しゅうさん、9位とうごさん、8位あずきさん、7位ひのひのさん、6位ふさくさん、5位ベロさん、4位よしさん、3位 X 山さん、2位けんじさん、1位いちたさん、ありがとうございます。ということでおやすみ夜勤明けはい、ということで、はい、今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろ頑張っていきましょう。行ってきます、行ってらっしゃい、バイバイ、眠眠いけど多分元気に出ます、バイバイ、ありがとうね。